赤コーナーより中村慎介選手の入場です。 1.4 ドーム決戦ではブロックレスラーの IWGP 王座に挑む中村慎介。人一倍新日本を愛するがゆえ今の状況が歯がゆいのかもしれません。 1.4 へ向けてこの一戦は試運転なのか。さあ来たぞ、ファンが注目するこの男、祈りを捧げた。リングに向かう中村慎介。第4試合シングルマッチ20分一本勝負、青コーナー186センチ、102キロ、山本直文。皆さんも出てまいりました、山本直文。赤コーナー188センチ、101キロ、中村慎介。頂点を極めるか中村慎介、この2人は同期です。さあまず小鉄さん、はい、例えるんであればウサギとカメかと思います。はい、カメであるこの山本がのしてきましたね最近。そうですね、このところですね、半年ぐらいですね、はい、徐々に徐々にって言いますね、加速してきましたね。そうですね、はい、さあ張っていったのは山本。さあそして永井さん、はい、永井さんはこの一戦どのあたりを注目してご覧になりますか。そうですね、さっき控室で話聞きに行ったんですけど、はい、で今日山本レガスけてるじゃないですか、だから今日はなんか自分のいろんな可能性を試してみたいって言ってましたね。ほう、なるほど、はい、それがこのローキックか。キックを出していきました。そしてボクシングの特典にも明け暮れております。山本タックルに行く、これをスウェイして逃れました。中村慎介です。さあ今度はどうか、引っ張り込んだ、バックを取る中村、これを切り返す山本。バックの取り合い、上になるか。さあここからどうするか、足を取った、足を取ってコントロールするか。両足を取りました山本、一旦離れる。はい、まあ、小鉄さん、はい、今も違うなと思ったらすぐに離れて次の攻撃に行きましたね。そうですね、これは以前にはなかった動きですよね山本ね。そうですね、で中村にですね、はい、タックル行きましたね、はい、今タックル食っちゃいましたけど、さっき中村食いませんでしたね、はい、そんなところね、はい、今永井が言ったみたいに、ね、はい、試してるっていう感じありますね。おお、なるほど、はい。1.4 ドームでは山本はあのゼロワンマックスの西良寺、この一戦がオープニングマッチで決まっています。さあ腕を取る、体を回転した、させた、そして今度はどうか、中村が取り返す、投げに行く、首投げ、今度はヘッドシザース捉える、切り返す、マッチが来ました。なかなかの攻防があります。さあ永井さん、今の攻防をご覧になって、はい、あれですね、2人ともやっぱり練習してるなって感じですよね、体切れてますよね、そうですね、はい、さあこの辺りは全く引きを取りません。一気に飛び出したのが中村でした。そして徐々にではありますが力をつけてきたのが山本。ウサギとカメに例えれば中村も悠長な構えをしていると迎える可能性もあるわけです。まあ、小鉄さん、はい、この酒井は弱肉強食ですから、はい、一気に飛び出したといっても油断できませんからね。そりゃそうですよ、もう常日頃からですね、はい、練習ですね、もうそれがですね必ず出てきますから、はい、だから今山本は出てきたって感じありますね、私から言わせればまだまだですよね。おどのあたりをどう修正していけばもっと良くなるんですか。まだまだ体も大きくしないといけないし、はい、パワーもつけなきゃいけないし、トリガラフ、はい、上には上がいっぱいいるわけですよ、はい、そう自分がねこの頂点だと言ったら、ね、大きな間違いですね、うん、はい、強いやつはたくさんいるんですね。あ、いますもん、それがね、はい、1年続いて2年続く、もう続かないですよ、必ずまた出てくるんですよ、はい、強い選手が、それどん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 ね、はい、自然の流れで進化していくわけですね。永井さん、はい、永井さんはそのあたり痛感されているかと思うんですがね、はい、長いこのレスラー生活で、そうですね、はい、やっぱりこの中村忠志という世代がやっぱり永田天山、はい、中西というのをやっぱり追い上げていかなきゃいけないし、この忠志、中村というのに、はい、この山本であったりさっきの長尾、はいはい、で今日タイトルマッチ挑戦する後藤とかが、はい、どんどん食いついていかなきゃいけないと思うんですよね。
ですから永井さん世代もうかうかできないわけですね。いやいやもうあれですよ、このリングはあれですよ、気抜いたやつがいなくなってどんどん去ってきますよ。ああなるほどね、はい、さあここはどうか、あとは2カウント。さあ今度はスリーパーホールド。マホデスさん、はい、中村にやはり自信が感じられますね。感じますね。ボルダーはね、はい、1枚2枚上だよっていうのを、ね、うん、見せてますね。そうですよね。さあスリーパーだ、スリーパーだ。さあこれは苦しそうです、山本。さあ今度は大島のスリーパー、動かない状態にしておいてリングのほぼ中央のあたり。まあ、ホテスさん、はい、このスリーパーもですね、ブロックレスラーには有効かもしれませんね。いくら大きいといえども寝かしてしまえば、倒してしまえばですね、後ろにあのつけばですね、はい、つけばですね、チャンスはありますね、はい、でそこまで持っていく過程がですね、大事ですから。さあ山本どうだ、手を伸ばしてまだ届かない、まだ届きません、どうだ、どいた。さあここからです、ここから厳しいスリーパーホールドでした。さあ場内からも声援が飛ぶ山本、対角線に送る、突っ込んだ、ブレンバスターを見せる。さあホールの体勢、あとは2、同期若手同士の戦い。さあバックを取る、あージャーマンツープレックスは投げっぱなし、あえてブリッジには行かず抑えた、これでどうだ。いやーなんとか返します、カウントは2カウント。山本には後藤直伝のバックドロップがあります、まだそれは火を吹いておりません。さあもう一度バックを伺う中村、エルボーで返す、ロープに走って、ここはどうか、パワースラムで切り返す、どうだ、おっと岡本ツー、危ない、あとわずかのところで跳ね返した、ややフラフラの状態の山本、やはりまだ差があるのか、張った、ああタメダルキック、これが勝った。さあローキックだ、ロータメダル、ロータメダル、メダルキック。中井さん、はい、あの蹴りはどうですか。いや最後のいいですよ、ここもこんな間を持たないと行かなきゃダメですよ、ここもチャンスですよ、さあチャンスだ、ここは間を取るなと入手的な右のメダルキック。さあガンガンに行ってほしい、何を考えているか、ロープに走った、6オンライン、やや浅かったかもしれない、どうだ、抑えます、カウントは2カウントは2カウント。さあここから間を置かずに攻めたいところ、山本がロープに送ってドロップキック、ガンガン顎の当たりを捉えた、さあどうだ、カウントは2カウント、一進一退。さあ今度はペースは山本のペースとなりました、抱え上げたボディスラム、さあ一気に上がりたい、しかし中村も気がつく、トップロープの上に上がる、どうだ間に合うか、ミサイルキック、特殊法です、抑えました、カウントは2、両足を取って、両足を取る、逆エビの体勢を作りました。さあ、小林さん、この逆エビなんですがいかがでしょうか。いいですけどね、はい、しかし体の柔軟度があります、中村慎介、できるんですよ今のところにですね、はい、腰を落とせば、腰を落とせばいいんですよね、さっき背中の方でしたでしょ、それで背中の落とすんだったら足首を決めなきゃいけないんですね、ちょっとその部分がなかったのかもしれません。もう一度ロープに送る、逆にここはさあ飛びついた、さあこれでどうだ、三角を狙うぞ、シャイニングトライアングル、しかしさあ抜けるか抜けるか抜けるか、ここがどうする、逆十字に取るか、いや顔面を踏みつける、顔面を踏む、顔面を踏む、なんとか流れた、
いや、長井さん、今のサンドがよく逃れましたね、はい、でもね、やっぱりファンはね、こういうね、がむしゃらなね、山本が見たいんですよ。はい、バックドロップが火を吹いた。どうだ、どうだ、どうだ、おっと、あばや、あばや、あばやです。小田さん、いいバックドロップでしたね。いいバックでしたね、垂直に落としましたね、はい、自分の沿ってですね、さあ、ヤンヤの大歓声。ただですね、はい、山本もスタミナ切れてますから、はい、ここで意地を張らないとね、はい、それとですね、はい、ここで根性ですね、さあ、中村に対する声援、そして山本に対する声援、おぼん二分か、バックを取る、バックを取る、このバックドロップは要警戒か。さあ、左右のキックだ、左右のキック、さあ、もう一度、もう一度、もう一度、アウト。ロープを蹴った、バランスが崩れた、乱れた。ロープが近かったんですから、はい、一瞬ですね、中村ロープ蹴りましたね。そうでしたね。バックシーター、バックシーター、バックシーターの十字、十字、十字、十字だ、十字だ。さあ、どうだ、足も取った、足も取った、タップ。中村の勝ち。33秒逆上。中村俊輔選手の勝ちです。さあ、まず永井さん、はい、伺いましょうか。この同期対決はどう見ましたか。そうですね、でもやっぱり最後は中村余裕ありましたね。でもね、やっぱりさっきの、はい、中西長尾戦と決定的に違うのって、はい、この会場のやっぱりお客さんの雰囲気だと思うんですよね。やっぱりこの雰囲気出したのって、やっぱりもちろん中村もいいけど、はい、やっぱり山本がなんていうのかな、この山本、山本が中村に勝ってやろうっていう、はい、やっぱり気持ちがね、はい、やっぱりね、このホールにね、伝わったんだと思いますよ。なるほどね。いや、小田さん、はい、なかなかいい一番で。そうですね、山本がね、はい、前線に前線かかれましたね、はい、惜しいところで負けましたけど、はい、なかなか、ね、今長井が言いましたようにね、はい、お客さんも引きつけましたね、もう少しだったんですね、はい、でもそのもう少しがね、はい、まだ差があるかもしれませんね、ただ本当にここまでやると本当に山本やってくれるんじゃないかというね、そうですね、そういう期待感を抱かせますよね、はい、それなんですよね。あ、さあ、ファンの共感が呼びた、ご覧のこの拍手だ。さあ、ドームでは西陵寺を迎え撃つ、このファンの声援が物語っている。それだけ今日の山本のこのファイトはファンをうならせました。2006年の山本、楽しみです。